はい、埼玉県は行田市の方ですね、走っております。はい、旧125号線だった、埼玉県で128号線でございます。行田市持田でございます。はい、皆様こんにちは、便利やハッピーの門の口です。10月18日月曜日午前9時39分でございます。はい、青空広がっております。快晴ですね。だいぶ朝はすごい寒かったですね。気温一気に下がりましたね。本当に冬支度っていうか、もう暖房を出さないとっていう、寒かったですね。このままちょっとナビ県道からずれる通りですかね。じゃあそっち通っていきましょうか。まあ、これだけ太陽出てればですね、どんどん気温上がっていくと思うんですけど、現在ですね14度ですね、最高気温18度なんですけど、まあ、20度はいくような感じかなと思います。湿度 53% です。まもなく右方向です。その先左方向です。城西です。行田市は長野の方でこの後予定しております。今日はちょっと件数週明けなんですが、件数がちょっと多くなってます。この寒さだと、特に冬物あれでしょうね、ユニクロさんとか駆け込む方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。サプリメント飲みました、すいません。目的地近くなってまいりました。住宅街の中ですね、今走っております。この先水上公園あります。ちょっと私よく、行ったこともないんで結構あれですかね、散策するにはいい場所のような感じですね。行田市水上公園ですね。本丸地区です、この辺は。はい、いい天気ですね。ただこの寒さは本当に着てるものをちょっと変えないと、寒くて体が縮こまっちゃいしまいましたね。10度下回ってますか、下がね、8度か9度か、もう本当に冬になってきたような感じでしたね、この気温は。およそ300メートル先、左方向です。
し、割と住宅地の中ですね。まあ、少し道路、入れば商店街とか広がるんですけど。まもなく左方向です。その先右方向です。割とこの道も128号線通らない方はこっち通ってくるかもしれないですね。左方向です。はい、まあ、古い趣の建物もありますね。ちょっと商店もありますけれども、木菓子登りのというです。あれどこのお店だったんですかね。右方向です。行田市天満。とか人とか飛び出してきそうなんで、スピード出せないですね。危ないって。はい、向かい町です。およそ700メートル先、目的地付近です。少し時間かかるかもしれないですね、作業。その後、羽生に行く予定もあります。多分ちょっと私の方が行くと思いますんで、午前中1本目、の動画、行田市の、住宅街なんか走ってまいりました。左右は、なんとか通り、なんとか道路って名前つけました。なかなか記憶が、はい、まあ、通りながらあそこやったな、ここやったなっていうのを、ふと思い出したりしてます。まあ、それは口にはしてないですけれど、まもなく、目的地ですね。この辺でご案内終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。